唐突だね。生きる意味だ。とても具体的だよ。この世界はゲームで成り立っている。君の世界とは違う。ゲームが全てではないが、ゲームがないと生きていけない。この世界の住人にとってはね。ゲームがないと生きる目的がなくなってしまう。そうはいかない。目的がなければ生きている意味がない。生きている意味がなくなったら死んでしまう。ゲームが必要なんだ。彼らは他の目的を失っているから。今も住んでいるだろう。君には意志があって目的がある。おや失礼。この世界の人間はみんなどこか似ているんだよ。根本が同じだからね。皆が皆プレイヤーだ。役付きの人間なんて似たり寄ったりさ。ゲームの内容は人によって違う。ルールも様々。生きる目的さえあればいい。みんなバラバラなルールでバラバラにゲームに興じている。誰かとゲームしたいわけじゃなくて、自分のためにゲームしているんだから関係ない。自分のルールが有効ならいいわけだ。ところが、ここの世界では意味がある。それだけが生きる意味と言ってもおかしくない。そう。だがそれだけじゃない。定期的に出会い、そして打ち合うことがゲームだ。役柄は選べない。ゲームの元を支える役があり、陣地があり、支える役や対立関係がある。ルールからは逸脱できない。役付きの者たちはルールを作れる。それをもとに、みんながそれぞれのゲームを作り出している。元になっているから、彼らはどうやったって
ゲームから降りられない。そうしたら生きる意味がなくなるよ。そうだよ、勝者は決まらない。勝敗がつけばまたすぐに次のゲームがスタートする。誰かが死んでもすぐに代わりが現れる。役持ちの人間もそうでない人間も欠けるわけにはいかない。ここは終わらないゲームの世界なんだよ。
ふーん、楽しかったか？わらわの子供時代、くだらぬ。お前の子供時代よりもずっとくだらない。わらわはお前の子供の頃の話の方が楽しい。家族は父母と弟がいた。家族は全員健在だぞ。お前が勝手に勘違いしたんだろう。元からいないも同然じゃ。問題など何もない家庭だった。父は働き、母は家事をした。わらわも弟も勉強したり遊んだりしていた。滞りなく時間を過ごしていた。何もない。ただ時間を刻んでいた。わらわはそういう子供で、家族というものもそうだった。
寂しいか。いかにもお前の言いそうなことだな。わらわは別にけなしてはいないぞ。怒るな。お前の邪推だ。けなしてはいない。お前ならそう言うだろうと思っていた。お前はいつも意味のないことにそれ以上の意味を求めるからね。情がないわけではない。だがな、ここはお前の世界とは違うのだ。この世界で家族の関係はとても希薄だ。時間を刻むことだけに意味がある。家族だから愛するとかいう感情もない。共に過ごすこともできるが、必要とあらば殺すこともできる。言ったであろう。感情がないわけではない。薄いのだ。時間を過ごす以外に何の意味もない。わらわの時間に意味ができたのは、女王になることが決まった時じゃ。それまでの時間は過ぎていくだけで全く意味がなかった。ああ、ゲームに参加するという意味ができた。わらわには拒めなかった。前に言ったろ、選択肢はなかったのかもしれぬと。強制されたわけでなくとも、役割を拒否などできぬ。やっと時間に意味を持たせることができるのだ。拒めようか。わらわにはゲームしかない。
この世界に住む者は皆そうだ。ゲームに参加しないと生きる意味がない。ゲーム以外には何もないんだ。それでもゲームすらなかった子供の頃よりはずっとマシだ。この子たちと同じ気休めになってくれる。いい夢だろ、私と会える。一人より二人の方がいいよ。暗い気分の時は特にね。私はムマだ。気にしなくていい。私は気にしないよ。夢から私を追い出すことはできない。私はムマだからね。私の夢でもある。私は夢の世界の住人だ。ここは私の夢。君だけの住処じゃない。
人より私がいた方がいいよ。